インフレ率 2% 超によるデフレ脱却は一時的または本質的。日銀曰く。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は日本デフレ脱却かというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は資本主義の本質は起業家の熱狂というのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、デフレ脱却ということで今回はやっていきたいと思います。はい、1番はデフレとはということですね。はい、2番は日銀、日本銀行の分析というのをまず理解したいと思います。はい、その上で3番ということで、じゃあ日本経済の本質的な課題っていうのは何なのかというのを改めて考えたいと思います。はい、でまず1番目ということで、まずデフレとはということですけれども、はい、デフレっていうのはものですね。このものっていうのは目に見える商品と、目に見えないサービス、この2つを合わせてものという表現をしています。はい、商品サービス、ものへの需要よりもものへの供給の方が上回っているという状態ですね。はい、そうすると商品が売れない、余ってしまうということで、物価が下落していってしまう。この物価下落のことをデフレというふうに言ってますということですね。はい、ではですね、デフレの何が問題なのかということなんですけど、はい、まず物価が下落しますということですよね。そうすると企業の売り上げが減ってしまうということですね。で企業の売り上げっていうのは企業に関係する全ての利害関係者の分配原資になってますから、だから分配原資が減ったということであれば、従業員の給料っていうのが普通考えると下がる方が当たり前ということですよね。分配原資が減ってるんで、だから給料も減るっていうのは自然ということです。はい、そうすると従業員ははっきり言ったら消費者でもあるので、だから従業員が受け取っている給料が減れば、消費者としての家計のお金が減っているということで、物に対しての需要っていうのがさらに減ってしまうということですよね。需要が減れば物価がさらに下落していってしまうということです。はい、いわゆるデフレスパイラルというふうに呼ばれている状況ということで、経済的には悪循環ということですね。はい、で2番目ということで、今度はじゃあ日銀はですね、このデフレもしくはデフレ脱却についてどういう分析を出しているのかということなんですけれども、はい、2024年5月27日日本銀行ということで、我が国日本における過去25年間の物価変動というのを発表しています。はい、でまずですね、1980年代はバブル期だったわけですけれども、まさにジャパンアズナンバーワンの頃ですよね。もう経済が右肩上がりの状況にあった時ということになりますが、このバブル期に関しては、日本企業は積極的な借り入れで、資金調達をしてましたということですよね。で資金調達を積極的にやり、そして、土地建物機械設備に対しての、積極的な設備投資プラス積極的な雇用というのをやってたということです。はい、そうしたら、結局バブル崩壊ですよね。株だったら1990年、不動産は1991年ということで、バブル崩壊するわけですが、そうすると、過去の積極的なものっていうのが全部、裏目に出るということになるわけですよね。積極的に借り入れしてたら、それが過剰な、負債、借り入れ金として、残ってしまったということです。はい、そして、過剰な設備、そして過剰な労働力ということですね。はい、でもし経営資源、人物、お金っていうのが過剰ということであれば、じゃあ合理的にはどうした方がいいのかということなんですけれども、はい、これは当然余ってるわけですから整理した方がいい、つまり捨てた方がいいということになります。はい、すなわちですね、人員整理という、リストラ、再構築をするっていうのが、合理的な考え方にはなるということです。はい、なので、本来だったらですね、これ論理的に考える、ということであれば、もしくはアメリカ企業がやっているということであれば、人員整理を行いますということですよね。だから人員が多いんで、人員を少なくするということです。はい、そしたら、はっきり言ったらその会社をですね、辞めさせられた人たちっていうのは、どっか別のですね、産業とか、企業にですね、結局転職していかないといけないということで、労働市場が流動化しますということですよね。だから例えば過去の歴史といった時に、農業が第一次産業、農林水産業から
からですね、まあ、今度は製造業に人が移っていったり、まあ、建設業に人が移っていったり、もしくはサービス業に人が移っていったり、まあ、金融業に人が移っていったり、情報産業に人が移っていったりということで、まあ、仮にその人たちが今までやってた仕事っていうのをですね、まあ、変わらないといけないということであれば、まあ、今から逆に伸びていく、もしくは人をたくさん必要としている、まあ、そういう新しい産業、新しい企業に、まあ、労働市場がですね、まあ、流動化で、まあ、動いていくと、人がどんどん、まあ、動いていくということですよね。はい。それで、まあ、人が別の産業に移っていくっていうのが、まあ、従来ですね、まあ、理論的には、起こりうることということです。まあ、実際アメリカっていうのは、まあ、そういうことがよく起きますということですね。はい。しかし、まあ、終身雇用というのを考え方、価値観としている日本企業は、まあ、人員整理っていうのを、まあ、選択しなかった。ということなんですね。はい。すなわち、まあ、雇用は守りますということですよね。まあ、終身雇用ということで、働いている人たちは自分はこの会社に、まあ、最後まで、まあ、60歳、65歳までずっと雇ってもらえるというのが、まあ、前提としてあったので、まあ、企業はその雇用は守るということを、まあ、やったということですよね。まあ、その代わり、まあ、はっきり言ったら企業がですね、まあ、右肩上がりではなくなってしまっているので、だから、まあ、給料は上げられませんということで、まあ、抑制というふうになったということです。はい。なのでまずですね、まあ、給料は上がらないというのが、まあ、バブル崩壊以降の、まあ、最初の当たり前になってしまったということですね。はい。そうすると、まあ、家計全体のパイというのが、まあ、毎年変わらないと、で結局、まあ、その働いている人たちは毎年毎年同じ給料ということになりますから、まあ、家計ですよね。で、まあ、使うことができるお金全体の、まあ、パイというのが、まあ、毎年変わらないということになるので、まあ、消費も増えないというのが当たり前になってしまったということですね。はい。一方ですね、まあ、日本企業が真剣に取り組んだのは、まあ、革新的な製品を作るための研究開発っていう、まあ、未来に対しての投資ではなくて、まあ、とにかくですね、まあ、過剰な、まあ、結局債務、そして過剰な資産っていうのがあったので、まあ、それを軽くするために、まあ、どうやって経費削減するかっていうのをですね、まあ、バブル崩壊以降っていうのは一生懸命取り組んだということです。はい。だからまあ、日本企業からは新しい革新的な商品っていうのが、まあ、出なかったということですね。はい。ゆえに、まあ、給料は上がりません。で、消費は増えません。で、まあ、そして消費を喚起するような革新的な新しい商品が出なかったことによって、まあ、欲しい、買いたいという需要も増えなかったということです。はい。結果ですね、まあ、1998年から2013年までの、まあ、25年間のインフレ率っていうのはマイナス 0.3、つまりデフレということですね。はい。一方ですね、まあ、バブル期に関しては、まあ、人員が過剰でしたということですよね。はい。そして、まあ、バブルが崩壊したにもかかわらず、人員整理はしないで終身雇用を守ろうとしましたということですよね。はい。そうすると、まあ、人員過剰っていうのが、まあ、継続するはずだったのが、まあ、労働市場ということです。過剰なんだけど、整理はしないで、まあ、ずっと雇い続けますということであれば、じゃあ、その企業において、まあ、仕事に対して、まあ、人員はずっと過剰っていうのが継続していたはずということなんですけど、はい。しかし、まあ、時代とともに180度逆の問題に転換していましたということですよね。だから時代っていうのは常に変化し続けると言った時に、まあ、問題がいつの間にか180度逆転してましたということです。はい。すなわちですね、まあ、人員過剰がいつの間にか人員不足に変わっていたということです。はい。でなぜなのかっていうことなんですけど、はい、これは団塊世代ですね。だからまあ今この動画を撮ってる時点で、まあ、70代後半から間もなく80歳になろうとしている方々です。はい。だからまあ1946年、1947年生まれの方々ということですよね。だからまあ70代後半の方々です。はい。その70代後半の方々が60歳とか65歳になった時に、まあ、いわゆる定年退職みたいな感じで労働市場から退出していったということです。はい。つまりということで、まあ、少子高齢化によって労働市場っていうのは、まあ、結局労働市場からまあどんどん退出していく、まあ、定年退職とかっていう形で、まあ、労働市場から退出していく人たちっていうのは増加していきましたということですよね。で逆に少子化ですから、じゃあ新しく、まあ、例えば18歳とか20歳とか22歳で新しく働く労働市場に入ってくる人たちっていうのはどんどん減ってますということで、出ていく人は増えます、入ってくる人は減りますということなので、まあ、15歳からですね、まあ、例えば65歳までの、まあ、いわゆる仕事をする働く生産年齢人口っていうのがどんどん日本は減っていった
たということです。はい、なおということで、まあ、生産年齢人口に関しては1995年ということですから、まあ、約30年前が一番多かったということです。まあ、逆の言い方をしたら、その後30年間はずっと生産年齢人口が減り続けて、まあ、ピークからするともう1000万人以上少ないという状況です。はい、でまあ、日本企業はこのですね、まあ、いつの間にか労働者が多くて余ってたという状態が今度は足りないという状態になった時に、じゃあどうしたのかということなんですけど、はい、一つは雇用延長っていうのをしましたと。だから60歳で定年っていうんじゃなくて65歳までとかっていう形で、まあ雇用延長っていうのをしましたということですよね。でもう一つは女性がですね、労働市場に入ってきてもらう。例えば今までだったら主婦の方々に、まあ、例えばアルバイトとかパートとかですね、あもしくはまた派遣社員とか社員というような何らかの形で女性に労働市場に入ってきてもらう、女性の労働参加で、まあ、結局労働力不足に対応をしようとしたということです。はい、でそこにですね、まあ、2013年にはアベノミクスということで、まあ、異次元の金融緩和っていうのをやったということですよね。まあ、日本銀行が普通の銀行に対して、まあ、供給しているお金っていうのを、まあ、100兆円からまあ400兆みたいな感じで、まあ、一気に4倍ですね、お金を出したということをやりましたということです。はい、すなわちということで、まあ、物の価値を上げるっていうことではなくて金の価値を下げるということで、まあ、デフレ脱却っていうのを図ったということです。はい、で目標は、まあ、インフレ率物価上昇率、まあ、2% っていうのを、まあ、目標にですね、まあ、アベノミクス異次元の金融緩和っていうのをやりましたということです。はい、そして、まあ、2013年から2020年コロナの直前っていうところで見たときに、まあ、インフレ率がですね、まあ、プラス 0.5 になってましたということで、その前の25年っていうのが平均マイナス 0.3 でしたから、だからマイナス 0.3 が、まあ、プラス 0.5 ということで、まあ、プラス 0.8 ですね、まあ、結局数字上は押し上がったという形になっています。はい、なおということで、まあ、直近は2022年の、まあ、ロシア・ウクライナ戦争での、まあ、資源高騰の影響っていうのが、まあ、このデフレ・インフレっていうことに関しては大きいということですね。はい、でまあ、同じインフレって言ったとしてもまだ結構望ましいインフレとはっきり言って望ましくないインフレっていうのがあるわけですが、まあ、望ましいインフレっていうのは例えば消費者側の需要っていうのが拡大してますと。だからもっと欲しい、もっと買いたいということで需要が拡大して、で物価が上昇する、まあ、このインフレっていうのはどっちかって言ったら好景気によく見られるということですよね。だからもっと買いたい、もっと欲しい、だから物価が上がるっていうことで、まあ、企業の利益が増えて、でですね、まあまあ、さらにまあ従業員の給料が増えてみたいな、まあ、そういう好景気につながっていくインフレっていうのもあるわけですけど、まあ、直近起きてることっていうのはこの好ましい好景気インフレではなくて、まあ、供給側の費用拡大ですよね。だからロシア・ウクライナ戦争が始まりました、まあ、それで例えば、まあ、ガスとかですよね、まあ、いろんな、まあ、ロシアが供給、ヨーロッパとかに供給している資源価格っていうのが上がるんじゃないかということで、まあ、投機市場の方がですね、まあ、結局反応してしまって資源価格っていうのがものすごい大きくドーンと上がりましたということですよね。でそうすると、まあ、資源が上がったということになると、まあ、全部原材料価格にまあ転嫁されていって、まあ、結果的には供給側が費用が拡大した分、まあ、仕方なくやむを得ず、まあ、結局、商品価格を上げるという、まあ、そういう供給側の費用拡大によってインフレが起きたということです。需要の方は増えてないのに供給都合でまあ値上げが行われたということですね。はい、でまあ、インフレ率っていう数字に関して言うと、まあ、直近はですね、まあ、2024年4月ということであれば、まあ、前年対比で 2.2% の物価上昇ということです。はい、まあ、ロシア・ウクライナ戦争の勃発時っていうのは、まあ、最大で消費者物価指数っていうのが昨年対比でプラス 4% まで上がったということですが、まあ、それが少しずつ落ち着いていって、まあ、今では昨年対比で 2.2 という数字で、まあ、数字上は推移してますということですね。はい、ではということで、じゃあ、まあインフレ率が、まあ、実際数字は 2% 超えてるわけですけど、じゃあこの、まあ、デフレ脱却っていうのは、まあ、一時的なことなのか、要するに、まあ、ロシア・ウクライナ戦争がきっかけで起きたわけですけど、まあ、いずれ、まあ、これがまたデフレに戻っていってしまうのか、またはもうこれ本質的に、まあ、例えばインフレ率 2% っていうのがある程度今後もまあ続くみたいな、まあ、そういう本質的なデフレ脱却なのかということなんですけれども、はい、まあ、これは日銀が言うにはですね、本質的だっていうふうに、まあ、今
今回のレポートでは発表しています。はい。で、理由としてはですね、労働市場の状況を、理由に挙げているということです。はい。すなわちですね、雇用延長とか女性参加っていうのを、やって、労働力不足っていうのを補ってきたわけですが、その2つの、政策の、今後の伸びしろっていうのがもう小さいということですよね。だから、雇用延長してます。だけど、それで、例えばもう労働力不足を解消するだけの伸びしろですよね。要するにもう雇用延長でなんとか労働市場の参加者を増やすとか、もしくは女性の労働への参加っていうのを呼びかけて、さらに女性に労働市場に入ってきてもらうとか、こういう伸びしろっていうのがもうほとんど残ってないというふうに日銀は分析しています。はい。特に女性に関して言うと、結局労働にですね、その形態はともかくとして、例えばそのアルバイトとかパートとか契約社員、派遣社員ですよね、もしくは正社員、そういう形態はともかくとして、何らか労働市場に携わった人ということで言うと、もはやアメリカを割合では抜いているということなんですよね。だからアメリカの女性よりも日本の女性の方が、割合としては労働にもうですね、労働市場に携わっている状況になっているということです。だからさらに今の、例えばいわゆる専業主婦の方に、労働市場に入ってきてもらうって言った時のその伸びしろっていうのがあんまり残ってないというふうに日銀は分析してます。はい。だから、日本企業は雇用確保のために、給与上昇などですね、好待遇の提示が必須になるというふうに、日銀は言ってるんですね。だからもう労働力不足です、雇用延長でも女性の参加呼びかけでも解決しません、それでも自分の会社に結局、雇用を増やす、要するに従業員を確保するということであれば、いわゆる企業の方が労働市場で競争しなければならないので、給料が上がっていく。で、給料を上げないと、結局雇用を確保できない、労働力不足を解消できないというふうに、日銀は言ってるということです。はい。そうすると、給料っていうのは上がる方が当たり前になっていくので、家計全体のパイですよね。要するに労働者っていうのは消費者でもあるので、労働者としての給料が増えるということになれば、家計全体のパイっていうのは大きくなる方が当たり前になっていくということで、で消費は増える方が当たり前ということですね。はい。だから物価は上がる方が当たり前で、企業の売上は増える方が当たり前で、給料はさらに増える方が当たり前というのが日銀の分析です。はい。なのでインフレ率 2% 超によるデフレ脱却っていうのは一時的なのか、または本質的なのかといった時に、日銀が言うにはこれは本質的だということですよね。だからデフレは脱却しましたというのが日銀の考え方です。はい。以上ですね、2024年5月27日日本銀行から出された、我が国における過去25年間の物価変動ということです。はい。で3番目ですね、この分析、日銀の分析を受けて、じゃあ日本経済の改めて本質的な課題っていうのを考えていきたいと思います。はい。で金融機関である日銀はですね、金融市場の専門家であって、残念ながら消費市場の専門家ではないということですね。はい。そして、経済の主役っていうのはどこまで行っても家計と企業です。需要と供給、この家計と企業っていうのは経済の主役、あくまでも金融っていうのはその支援役であるということですね。はい。だから、日銀の分析っていうのは経済の本質をついてないということです。日銀としてはできることっていうのは、例えば金利の引き上げを決めるとかですね、もしくは例えば銀行が持ってる国債を買い取って、銀行に対してお金をもっとたくさん供給するとか、やっぱり日銀は日銀としてできることがあるわけですよ。結果的には自分たちが携わることができる、金融市場で、やることをやるっていうことですよね。で分析もその視点から、分析は行われてるわけですけど、いかんせんでも金融っていうのはあくまでも支援役なんですよね。主役じゃないわけです。はい。主役はどこまで行っても需要と供給、家計と企業です。はい。でこの2つにやっぱり焦点を当てない限りは、結局本質的な、問題解決、課題解決にはならないということです。はい。すなわちですね、日本経済30年間、じゃあ低迷したということであれば、その本質ってどこにあったのかということなんですけど、これは顧客がぜひ買いたいという革新的な商品を、日本企業が日本市場に提供できなかった、これがもう最大の本質ということです。はい。だからこの30年間で、日本人がたくさん買ったもの、もしくは
かサービスとして利用したものっていうのはほとんどアメリカとか他国から入ってきたものが多かったんですよね。まあ、例えばその iPhone みたいなスマートフォンだったりとかですよね。もしくは検索エンジンの Google だとか、もしくは買い物のですね、まあ、EC である Amazon のショッピングサイトだとか、もしくは例えば SNS が、まあ、例えば YouTube だとか Facebook だとか Instagram だとか、まあ、そういう、まあ、いろんなこの30年間で、まあ、日本人が積極的に利用してきているものというのはほとんどなんかこうアメリカとか他国から入ってきているものなんですよね。で、日本企業が日本市場に対して、まあ、一番新しい目新しい革新的な商品サービスっていうのを提供することができなかったというのが、まあ、結局この日本経済のもう最大の課題ということです。ここが本質ということですね。はい、事業の目的はただ一つと、すなわち顧客の創造ということです。はい、だから新しい顧客、新しい産業を作る、まあ、これがまあ結局企業にとってのまあ目指すべき一番の目的ということですね。はい、すなわちということで、まあ、今までなかった新しい商品で、新しい商品が欲しいという新しい顧客を作るということですよね。携帯電話ありましたと、でもスマホはありませんでしたと。で、スマホという革新的な製品が出されたことによって、スマホが買いたい、スマホが欲しいというスマホを欲しがる新しい顧客を作る。これが顧客の創造ということですよね。まあ、企業っていうのは、まあ、存続し続ける限り、この顧客の創造ができるかどうかっていうのが本質ということです。で、これができた企業っていうのはやっぱり伸びるわけですよね。で、できなかった企業っていうのはやっぱり伸びないということになるわけです。で、日本企業が顧客の創造ができなかったんで、日本企業が伸びなかった。だから日本経済が伸びてないということです。はい。そして、まあ、革新イノベーションっていうのは、まあ、異次元の金融緩和で、まあ、金の価値を下げれば生まれるものじゃないということですよね。じゃあ企業に革新イノベーションしてほしいということで、まあ、銀行がじゃんじゃんお金出せば、それで革新イノベーションが起きるのかっていったら起きないということです。はい、まして革新っていうのは従業員に対して、まあ、今までよりもっと高待遇にすれば、まあ、それで生まれるものなのかっていったら実はそうでもないということですよね。従業員が高待遇なのかどうかっていうことと革新イノベーションが生み出せるのかっていうのははっきり言って全然相関関係がないということです。はい、そうではなくて革新イノベーションっていうのは会社が倒産寸前の危機的な状況の時に何が何でもどうにかしなければならないという強い危機感とともに、まあ、天才たちが革新を起こすということですよね。だからものすごく限られた少人数の人たちが結果的に何とかしなければならないということで生み出すっていうのが本当の革新イノベーションということです。だから人数が多ければとか待遇が良ければ生まれるものじゃないということです。はい、で創造が起きるっていうのはですね、まあ、リラックスした環境だったらなんか創造的な製品とか革新的な商品っていうのは生まれるっていうような、まあ、間違ったイメージがあるんですけど、実際歴史的に革新イノベーションが本当に起きている時っていうのはもう例外なく危機の時です。はい、例えばアップルとかももう倒産寸前だったわけですよ。だからどっかの会社にも株を売るしかないっていう状況の時に、まあ、結局スティーブ・ジョブズが帰ってきたわけですよね。でスティーブ・ジョブズがアップルに帰ってきて、そして、まあ、ジョナサン・アイブっていう、まあね、天才的なデザイナーを見つけてですね、で結局お前はもう今会社から言われてるのは全部やめていいと、お前が一番作りたい商品を作れということで、まあ、結局そこから iMac とかですね、まあ、iPod とかで iPhone で iPad みたいな形で、まあ、結局作っていったわけですよね。もう会社が潰れると、もう倒産すると、もう株売るしかないみたいな状況でどんどん生まれていったのが革新的な商品だったということです。はい、まさにですね、まあ、ファイナルファンタジーということで、まあ、ファイナルファンタジーというのはこれはゲームのソフトですけれども、まあ、その頃っていうのは、まあ、このゲームの開発者の方っていうのは、まあ、作るゲーム全然売れなかったんですよね。はい、まあ、スクエアっていう会社の、まあ、ゲーム開発者の方が、まあ、とにかくゲーム作る売れない、ゲーム作る売れない、ゲーム作る売れない、
っていうのをずっと繰り返してたわけですよ。でもいよいよもう資金も完全に底をつきそうでですね、まあ、これはもう諦めるしかない、ダメだと言った時に、もうこれがゲームを作る最後だと、まあ、作るゲームとしてはこれ最後なんだと、最後のゲームということでもう一生懸命作って、まあ、それでもゲーム業界からですね、ゲーム業界は諦めようということで生み出したのがファイナルファンタジーだったわけですよね。まさに彼らにとって、開発者にとって最後の作品っていうのがファイナルファンタジーだったわけです。しかしこの最後の作品っていう形で作ったものが実際は売れて、それでまあ結局スクエアっていう会社は成功し、でファイナルファンタジー2、3、4という形でまあ結局成長していった、成功していったということですよね。まあ、そこまで追い込まれて、もうこれは自分たちにとって最後の物語、最後の作品なんだって言って、やっとまあ革新的な、まあ、素晴らしい作品っていうのが生まれたということです。まあ、革新イノベーションっていうのは常にこういう状況で生まれているということですね。はい、一方、まあ、現在のアップルということなんですけど、まあ、現在のアップルはもう史上最高の本社でですね、まあ、史上最も高待遇で仕事をしているわけですけれども、まあ、iPhone とか MacBook とか iPad とかですね、まあ、かつての天才たちが創造したナンバリング製品をまあ売り続けることしかできてないということです。はい、だから iPhone っていうのはかつてまあ会社がですね、まあ、まだ危機的な状況の時にまあ天才たちが作りましたと。そしてそれが売れましたという時に、まあ、iPhone6、iPhone7、iPhone8 みたいな感じでもうナンバリング製品というのを売り続けているということです。だからまあ直近、まあ、かれこれ14、5年ですよね。まあ、Apple から革新的な製品というのはまあほとんど出てないということです。はい、まして、まあ、労働力不足でまあ雇用確保のために、じゃあこれから日本企業がですね、まあ、高待遇というのを提示していくんですかと。まあ、日銀はそういうふうに分析してるんですよね。もう労働力で、まあ結局高齢者の雇用延長では補えない、女性の参加って言ってもこれ以上はあまり望めない、でいよいよ日本企業っていうのは労働力不足を解消することができない、だから労働市場で企業はですね、まあ、結局競争して、まあ、給料を上げる高待遇っていうのを提示していくんじゃないかっていうふうに、まあ、日銀は考えてるわけですけど、仮に日銀が考えてる通りになったとしても、はい、それでまあ結局どうなるかって言えば、まあ、人権意識だけが高い顧客化した従業員が革新的な商品を出すかっていうことなんですね。はい、結局まあ労働市場にとって、まあ、例えば労働のまあ買い手である企業と労働の売り手であるまあ従業員って考えたときに、まあ、企業の方がまあ労働者が欲しい、従業員が欲しい、雇用したい、で結局労働市場でじゃあ雇われてもいいというふうに考えているまあ労働の売り手の方に希少価値が出てます。だから労働市場で企業が高待遇っていうのをですね、まあ、例えばうちの会社はこんなに給料高いですと、福利厚生はこんなに充実してますというような形で、まあ、どん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 まあ労働者の方にまあ寄っていってですね、まあ、ある意味ですね、顧客のようにですね、まあ、会社にとって従業員というのは顧客みたいな感じでですね、まあ、人権意識が高い、じゃあまあ例えば労働者としての人権ですよね、権利というのをまあすごく意識が高い顧客化した従業員が増えたならば、まあ、その会社っていうの良くなるのかと、その会社はですね、人権意識が高い顧客化した従業員たちが革新的な商品を出しますかということなんですけど、はい、もうそんなことは絶対ないということです。これもう 120% 絶対ないということです。はい、でもいずれイギリスの労働者たちのようになるのがもう目に見えてるということですよね。だから日本には歴史の先輩がいるわけですよ。はい、それはアメリカであり、もっと言うならばヨーロッパですよね。だヨーロッパ、アメリカ、日本で中国、インドみたいな感じになってるわけで、まあ、日本のまあ歴史の先輩みたいな存在っていうのが、まあ、ヨーロッパ諸国にたくさんいるわけですよね。はい、そのうちの代表的な国っていうのがイギリスなわけです。はい、まあ、イギリスの労働者たちが今どんな状況かって見ると、まあ、何十年後かの日本のまあ労働者たちもきっとこうなってますよねということです。はい、すなわちですね、毎月のようにストライキということです。はい、月1ストライキみたいな感じですよね。これ本当にそんなことやってますということです。はい、もうみんなやってるんですよね。まあ、バスの運転手、タクシーの運転手、もうみんなやってるわけですよ。まあ1年に1回とかじゃなくて毎月のようにやってるということです。はい、でも結局まあ労働者として従業員として
顧客のために社会のために何か価値を作るということよりも、とにかく分配増やせということですよね。給料を上げろ、休みを増やせということで、もう分配増やせということばっかりに熱心だということです。はい、結果はですね、かつての大英帝国も、今や EU の中で、ヨーロッパ連合の中で、ドイツに大惨敗して、結局 EU を離脱した、もう北の一島国ということですよね。はい、だからイギリスって世界で初めて産業革命が起きたわけですよ。だから結局資本集約型、設備投資重視でですよね。で、世界の工場になり、結果的にはその産業革命を世界で最も最初に成功したイギリスは、一番頂点で、もう本当に1900年ぐらいですよね。1899とか1900とか、そのぐらいの頃に、全世界の約4分の1を大英帝国っていう形で、支配したわけですよね。はい、でそれぐらいやっぱ強かったわけですよ、イギリスっていうのは。はい、それがはっきり言った1899とか1900ぐらいなので、たかだか120、30年ぐらいで、ここまで落ちぶれましたかということですよね。はい、結局 EU、ヨーロッパ連合ということになると、少なくても経済の面では統一、統合したということになるわけですよね。だから EU の中では関税ですよね。輸入品にかけられる税金っていうのがなくなりました。だから全ての国っていうのが、はっきり言ったら商品、サービスで競争するという状況になったわけですよね。で、そうすると、じゃあ、例えばスペインの人はどこの国の製品買いますかと、ポルトガルの人はどこの国の製品買いますかと、イタリアの人はどの国の製品買いますかと言ったときに、ドイツ製だったとしても、イギリス製だったとしても関税はありませんということで、完全に競争ということになったわけですよね。で、そうなると、結局 EU は統合したことによって、勝ち負けっていうのがはっきりしたわけです。ドイツは勝ちましたと、逆にイギリスは負けましたということですよね。だから、例えばじゃあイギリスで今時価総額上位の企業って言った時にほとんど思い浮かばないということですよね。少なくても上位50社の中には1社も入ってないという状況だったりするわけですよ。じゃあイギリス製の世界的に有名な製品って何かありますかと、ね、この製品はイギリスが世界1位だと、この企業は世界でイギリスが1位だと、ね、なんかイギリス製の製品とかイギリス製の商品とかイギリス製の、例えばイギリスの、例えば時価総額上位企業とか全然思いつかないということですよね。なんでですかって簡単ですよね。もう競争に負けたからですよ、一言で言うと。はい、だから競争に負けました、ドイツに負けました、自分たちは EU ヨーロッパ連合出ていきました。で、労働者何やってるんですかですよね。価値を増やすんじゃなくて自分たちの給料をもっと増やせと、ね、そしてもっと休みを増やせということで、結局バスの運転手も、タクシーの運転手も一生懸命賃上げみたいな、経営陣への交渉で一生懸命ということです。そうするとここまで落ちぶれますということです。はい、であれば、かつてジャパンアズナンバーワンと呼ばれた国が将来アジアで中国インドに惨敗して、東の島国の一カ国になるっていうのが、危険性としてはあるということですよね。その危険性、危機感っていうことに対してどれだけ自覚があるかっていうことです。はい、組織は最初からリストラされた状態が理想と、つまり不必要な人は最初から取らないということですよね。労働力不足チャンスなんですよ、機会チャンスなんですよね。そこで人を一生懸命雇いに行くから、だから労働者とか従業員に対して好待遇とかっていうのを提示しないといけないということですよね。従業員は顧客じゃないので、顧客のために貢献しないといけない人たちですよね。だからお金を払う顧客は、はっきり言ってお客様として扱われてもいいわけですけど、従業員は企業から給料をもらってるわけですから、だから従業員とか労働者が、結局人権意識が高くなって顧客化すると、もうその企業は 100% 衰退するということです。だから企業の方がもういらないと、ね、別に新規採用っていうのは必ず義務で取らないといけないわけじゃないし、中途採用を必ず取らないといけないわけじゃないわけだから、少なければ少ないだけ機会チャンスだということを、ちゃんと生産性高めるっていう目標でやっていけば何の問題もないということです。はい、かつて信越化学はたった5人の営業員でですね、アメリカ中で塩ビっていうのを売りに行きましたということです。はい、そして後発企業ながら塩ビで、アメリカ1位、そしてやがて世界1位になっていったということですよね。だから営業の人数じゃなかったということです。はい、なぜかっていうと、一躍夕日戦五大衆ということで、戦争には負けた、
しかしこのままでは決して終わらせないと、次の事業では必ず勝つということで、アメリカに日本は戦争で負けたわけですよ。だけど事業では勝つというその志で結果的には本当に勝ったということです。はい、でそもそもですね、勝つためには人数が必要という発想が農耕民族らしい労働集約的な思考法ですよね。はい、だから結局じゃあ売り上げ増やす、生産量増やす、どうやって増やしますかって言った時に大きく2つの考え方があるわけですよね。一つは資本集約的っていうことで、お金を使って、それで例えば設備投資をして少ない人数なんだけど、その一人当たりの生産性っていうのを拡大するっていう資本集約的な考え方があるわけですよね。でも日本で起きたのは産業革命じゃなくて勤勉革命だったわけですよ。だから江戸時代の農民の人たちはどうしてたかって言えばですね、まあ、結局子供が生まれました、それは貴重な労働力です。だから自分たちの田んぼとか畑に投入して、で子供たちが生まれたら生まれた分どん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 農作業をさせる、それでまあ結局田んぼあたりのですね、まあ、結局生産量を増やすということですよね。だから田んぼあたり畑あたりの生産量を増やすためには労働投入量を増やす、労働投入量を増やすことによって生産量を増やすっていう考え方を江戸時代までずっとやってたわけですよ。でその考え方 DNA っていうのが今でも日本人の中には残ってるわけです。だから売上を増やすためには従業員を増やさなければならない、従業員が増えないと売上が増えないっていう考え方が今でも残ってるわけですよね。だから労働力不足だから危ないっていうことで、労働力が足りない、じゃあどうやって一生懸命雇用するかっていうことでですね、まあ、結局従業員とか労働者に対して、まあ交代を提示して、まあ、労働者の方が、まあ、結局人権意識が高くなっていたり顧客化していってしまっているということです。はい、1頭の羊に率いられた100頭の狼の群れは1頭の狼に率いられた100頭の羊の群れに敗れるということですよね。はい、だからとにかく人数じゃないということです。組織にとって一番大事なのはトップだということです。はい、そうではなくて、まあ、労働力が不足しているということであれば、これは生産性を高める機会なんだっていうのを経営陣、社長、トップが持たないといけないということです。はい、で極論ですね、まあ、社長が24時間365日寝ても覚めても考えに考え続けて革新を作り出す、それが社長の責務なんですよね。社長が一番たくさん給料もらってるっていうんだったら、一番価値の高いことをやらないといけないということです。はい、資本主義の本質は起業家の熱狂ということです。だからたった一人の起業家、その起業家が熱狂していることによって新しい革新的な商品サービスが生まれ、それが一つの産業になり、そして資本主義が発展していく、もうこれが本質中の本質です。だから日本からそういう何か革新的な起業家が出てこない限りは、本質的な課題っていうのは解決しないし、もうそれをサポートするのが、まあ、例えば親であったり教師であったり、もしくは金融機関であったり投資家であったりするはずなんですよね。それが本来のサポート役の務めなわけですよ。はい、結局その日本っていう国をもっと良くしていくためには、まあ、結局その日本の中で革新的な商品サービスを作ることができる産業の、まあ、一つの火種みたいなものを作ることができる起業家っていうのがものすごい価値が高い存在なわけですよね。でその人が出てくるために周りの人たちっていうのはサポートしていくわけです。はい、そのために、まあ、金融機関は支援するし、投資家は投資をしていくということですよね。だから、まあ、結局この、まあ、考え方で結局起業家が出てこない限りは、日本経済の本質的な課題っていうのは解決しないということです。逆に出てくれば解決に向かうということです。はい、以上、まあ、デフレ脱却っていうのを、まとめていくと、はい、今回はデフレっていうテーマでしたが、まあ、デフレっていうのは、まあ、物価がどん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 数字上下がっていく状態ですということですよね。で日銀に関しては、まあ、デフレ脱却っていうのはこれ一時的ではなくて本質的だっていうふうに、まあ、認識しているということです。はい、理由としては労働力不足っていうのはこれから賃上げにつながっていくからということですね。はい、そして、まあ、金の価値を下げる異次元の金融緩和とか、もしくは雇用確保のための賃金上昇とかっていうのは、はっきり言ったら経済の中では小手先中の小手先ということです。だからインフレ率 2% 目標をインフレ率 2% 達成しました、だからといってそれで本当に家計とか企業とか経済が良くなるかって言ったら、全然本質的ではないということです。本質は顧客を創造する起業家が出るかどうか
です、はい、だからこの30年間は出てない、だから本質的に課題が解決してない、アメリカの方にばっかりどんどん出てしまったので、だからアメリカ企業の、まあ、商品サービスっていうのを日本企業はですね、まあ、例えば輸入的に買ったりとか、もしくはそれを真似した類似製品商品サービスを作るということばっかりやってたんで、だから本質的には課題が解決してないということです。だから今後、まあ、それがそういった、まあ、企業家が出るかどうかですよね。でそれ以外の人たちっていうのはそういう企業家が出るような環境っていうのをどれだけ支援できるかというのが、まあ、本質的ということです。はい、ということで今回は日本デフレ脱却というテーマでやってきたんですけれども、結論は資本主義の本質は起業家の熱狂ということですよね。まあ、この起業家っていうのが本当に価値が高いんで、まあ、本人が起業家としてまあ熱狂するか、もしくはそういった人をまあみんなが応援するような世の中になっていくかというのが一番のポイントということです。はい、もし今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、動画の共有にてぜひ全力で応援してください。そして最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目です。はい、 AI 革命 2.0 ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、まあ、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。